こんにちは。サポート行政書士法人の木下です。本日はですね、産業廃棄物の収集運搬業についてお話しします。吉村さん、産業廃棄物収集運搬業なんですけども、許可っていうのは何種類かあるもんなんですか？そうですね。まず大きくは一般のね、産業廃棄物収集運搬業と、それから有害物質、やっぱり有害度が高いものについては特別管理、産業廃棄物収集運搬業っていう形で、大きくは2つに分かれますね。あとその中でも、本当に廃棄物が発生したところから処分場まで一気に運ぶだけなのか、途中で保管したりとか積み替えたりとかするのかとか、そういったところでもちょっとやっぱり、許可の種類というか変わってきますね。そうなんですね。一般のものと特別なもので分かれるっていうことなんですけど、一般のものが特別になったりすることもあるんですか？それはないですね。ああ、まあそうなんですね。もうその有害度で分かれるので、そこはもう別ですね。やっぱり特別管理の方になってくると許可の面でもかなり厳しくなってくるので、ちょっと許可取得期間だったりとか、そういったところは長めにとってというか、ちょっと準備というかどれぐらいかかるかとかも気にしないと結構大変だったりしますね。ということは、特別の方が一般より長くなる傾向があそうるでとすいうことね。なんですね。わかりました。では本日はですね、産業廃棄物の、ポイントと、その種類ですね、一般と特別があるっていうのに対して、お話でした。